トバイソ漁業協同組合は、三重県戸バ市トバ4丁目に本所を置く、漁業協同組合、戸バ市と島市磯部町で事業を行う。館内は、高度の高い漁場に恵まれ、生産地と加工地が近接する利点を生かした地域ブランド化を推進している。また漁業を制業として構成に残すため、支所単位で、毎月の収支を計算することで健全な経営体制を構築している。 トバイソベ漁業共同組合は、総会、総大会、本所、支所の3層構造になっている。2019年3月31日現在、組合員数は2135人、職員数は94人、理事数は17人、幹事数は3人となっている。年間の水揚げ高は、約50億円で、うち7割超が離島の支所管内で水揚げしたもので、ある。 飛ば市飛ば四丁目にある本所は、理事会のもとに代表理事組合長、常務理事が置かれ、その下に、総務指導課、財務課、共済福祉課、購買事業課、直販事業課の5課が並ぶ。直販事業課は、四季の海鮮業味と飛ばマルシェの運営も行っている。本所には畜用直販センターを併設し、J 会飛ば磯部の直販拠点としている。司書の例司書は、 飛ば市内に14カ所、島市内に3カ所設置されている。発足当時は、合併前の22漁協をすべて支所に置き換えていたが、組合員数が少なく実績の低い支所の閉鎖、統合を進めている。漁業権は、J 会バイソ部へ統合後も、旧漁協の単位を維持しており、組合員であっても、他地区の漁場では創業できない。月ごとに、支所単位で収支を明らかにし、 組合委員や仲買人からの未就勤が発生している支所には取引停止という厳しいペナルティを課すことで事業者意識を持たせている。また祭りなどの地域の文化事業への出資も赤字の場合は削減している。簡易郵便局の運営を手掛ける支所もあり、オバマ、磯イ飯浜、坂崎、トロクヤの4つの簡易郵便局の運営を受託している。J 会とば磯辺は 魚市場の運営を行うと同時に、漁協自らも仲買人と共に入札に参加する。発足当初は館内に旧市場を有していたが、順次統合を進めている。2002年の発足時は4市場に統合することを計画し、オバマ漁港に統合市場を建設する計画を持っていた。その後、沙田浜地区で進んでいた、鳥羽マリンタウン21事業の第2級め立て地に、 海鮮レストランや直売所を併設した統合市場を建設する構想が生まれた。しかし、商工区から漁工区への指定がえが必要など当初から実現が難しい状態で2012年には第2期工区そのものの中止が正式決定した。2005年1月には小舘市、和具、菅島の3市場を統合した新市場を小舘市漁港に開設した。 この市場は、古代市集約地方卸売市場という名称で、1日4回の入札を行い、午前は主に鮮魚、午後は主に池尾を取引する。衛生管理を徹底した市場で、取引単価は、三重県の平均を上回っている。館内にあるホテルや、旅館の料理人が、仲買人を介さずに直接水産物を購入できる、仕組みも導入している。1998年の、 漁業協同組合合併促進法の施行以降、全国漁業協同組合連合会は、一県一漁協を合言葉に漁協合併を推奨し、三重県でもその前段階として、いくつかのブロックに分かれて合併の議論が行われた。同年11月に、鳥羽市内の16漁協は合併推進協議会を設立し、1999年12月に、 島郡磯部町の6漁協も協議会に参加した。そして2002年4月18日に、鳥羽市の全16漁協と磯部町の全6漁協の計22漁協が合併の調印を行い、同年10月1日に鳥羽磯部漁業協同組合が発足した。発足当時の組合員数は3442人で、おなじみ重県内の島の国漁協、 熊野灘漁協などに次ぎ日本国内で第四位の大規模漁協となった。本所は、鳥羽し定目の三重県漁業協同組合連合会の鳥羽支所に設置し、初代組合長には、片山美き夫が鳥羽市議会議員を辞して就任した。地域の漁業と漁協そのものの存続が危うくなりつつ、ある現状を打破するために、支所単位で収支を計算することによって、事業者意識を醸成し、 仲買人と契約を結び直して、J 会とバイソベの管内であれば、どの支所管内でも入札に参加できるように、変更するなど改革を進めてきた。これにより、無借金経営を実現した。また、経営を周辺漁協より4から5円、L 安く販売することで、組合員への還元を行った。2004年6月、片山組合長の退任に伴い、 長富洋一が二代目組合長に就任した。2006年11月1日、豊かな森が豊かな海を作るという考えから、伊勢島森林組合と豊かな森林づくり、海づくり協定を締結した。2008年1月、密漁レー令団を飛ばし、国崎町の鎧崎に設置した。2009年5月17日に直営食堂、四季の海鮮魚味を開業した。 2018年2月20日、島市社会福祉協議会が参加書師書の組合員となった。社会福祉協議会が漁業に参入するのは日本初の事例であり、同協議会は水福連携を掲げて障害者による柿養殖を実施している。滅近海水星表無念税会とバいそべの管内は水産物の豊かな海域が広がっており、漁業者は質より量の漁業に陥りやすい。 しかし、それでは、地域ブランド化を推進する上で障害となってしまうため、J 会とバイソベは、漁業者の意識改革と職の安心、安全を担保する施設整備を推進している。例えば、東市島では、滅菌海水清表棟を建設して、鮮度維持を図り、漁港では、他の漁港で見られるコンクリートに漁獲物を直置きするようなことはせず、パレットを敷いて、 衛生管理を行っている。また鮮度が落ちやすい魚や取れすぎた魚は、急速冷凍装置で、冷凍出荷する。活魚は出荷まで市場内の水槽に入れておき、一尾ずつ、玉網ですくい上げて、活魚運搬船に積み替え、本土へ出荷する。漁業者には魚を網から外した瞬間から商品として、丁寧に扱うよう指導し、漁業者は、 滅菌海水星表胸から氷を船の漁装に満載して出漁する。これらの取り組みにより漁化が向上するようになった。離島という立地条件は従来不利と考えられてきたが、生産地と加工地が近接することで、鮮度維持とトレーサビリティが同時になり立ち、ブランド化の点では有利になっている。2014年5月、 ジェイカイとバイソベや島地方のアマラが結成したトカイを作るアマの会によりアマモンが商標登録され館内のアマが水揚げした水産物にアマモンのブランドが付与されることになった2019年10月にはバグ浦市所がマリンエコラベルジャパン協議会から塩蔵わかめの水産エコラベル認証を取得した塩蔵わかめの加工作業には2017年により 職業体験を導入し、当該の住民に手伝ってもらっている。東島とろサワラ東島とろサワラは、J 海とバイソベ管内のうち、東島と関東で水揚げされるサワラに付与される地域ブランド。一尾ずつ釣り上げる引き釣り量で漁獲すること、巨体の重さが2.1から4 7キログラムの範囲内であることが、個体別の認定条件で、 全漁獲個体から無作為抽出した30尾の脂肪含有量が平均10%を3日連続で超えた段階でブランド宣言を行い、それ以降に水揚げされた個体に東ロとろラのタグを付けて流通させる。タグには漁獲した鮮明が記される。条件を満たして東ロとろラを名乗れるサワラは東マと関東で水揚げされるサワラのうちの8%ほどである。 東市島近海で漁獲されるサワラの死亡含有率が日本屈指であることが三重県水産研究所による分析で明らかとなり、J 海飛ば磯部と飛ば市観光協会、戸ばし役所などが連携して漁業と観光の連携促進協議会を設立し、2015年からブランド化を推進し、2018年10月4日に第1回のブランド宣言を行った。 脂肪含有量が低下する1から2月頃に、東資島トロサワラブランドを一旦終了するため、ブランド宣言は毎年行われる。トバマルシェ J 会トバイ磯部には直販事業家があり、自ら館内市場の入札に参加して、水産物を調達し、量販店などに販売している。直販の拠点として2005年1月に、伊勢エビ、アワビ、 タイなどの高級魚種を生きたまま扱う畜養直販センターを本所の前に設置している。2004年には豊田通商の運営する日本地魚機構に参加しインターネットでの通信販売に参入した。直販事業の中でも特徴的な取り組みが食堂、四季の海鮮魚味と農水産物直売所、トバマルシェの運営である。魚味は ジェイカイトバイソベの直営であり、トバマルシェは、ジェイカイトバイソベと伊勢農業共同組合との共同出資による、トバマルシェ有限責任事業組合を介して運営している。魚味式の海鮮魚味は、ジェイカイトバイソベが2009年に設置した直営食堂である。漁協の直営食堂としては、三重県で初めて開業した。近鉄トバ線池の裏駅付近の土産物店。 飛ばしを彩の駅の中にあるが、飛ばしの主要観光地からは、離れている。営業時間は11時から15時までの4時間と、短く48席という規模ながら、年間約6000万円の売り上げを計上している。魚食文化の普及の場としての位置づけから、各テーブルには、漁法の解説資料が置かれている。J 海飛ばいそべ館内で、水揚げされた魚類を使い、魚類だけで、 減価率が3割を超えている。J 海とばイソべが進めるメニューは、伊勢エビアワビなどを使った、組合調定食で、2015年時点で、最も人気があったのは伊勢マグロであった。2011年10月24日には、市場で売れないメリ養魚の活用を目指して、赤エイやヤドカリの試食会を開催した。とばしの坂手島に所在するとば水産研究所と、 組合委員が連携した事業を展開している。古体市所生総年部は研究所と共同で、大月海島でアワビの生息環境となる荒めの藻場作りを実施し、第14回全国青年女性漁業者交流大会で農林水産大臣賞を受賞した。また2012年からは、浦村町の下記養殖家が研究所と連携して、日本国産のひじき養殖を施行している。 投資島の国会苔の品質向上従来、投資島の国会苔は品質のばらつきが大きく、個体支所の黒海苔養殖研究会は、戸橋水産研究所の協力で、海苔養殖の適温である11摂氏13度まで低下する時期が年々遅れていることを突き止め、2期作から1期作に減らして品質向上に成功し、第41回農林水産祭で、 日本の農林漁業振興会長賞を受賞した。さらに2014年には5億円をかけて共同加工場を建設し、漁業者はここに海苔の幻想を収め、加工を委託し、養殖網の管理に注力することになった。これにより、幻想の収穫回数が増加し、委託加工によって新たな雇用が生まれ、品質の均一化で単価の上昇も達成できるなど、多くの効果がもたらされた。 浦村柿戸飛ばしでは200種類もの水産物が漁獲できる。小浜、戸場、坂手、桃取町、小堆市、和倉浦、関島、上島、安楽島、浦村、石鏡、国崎、大札、阿だこ、千賀町、千賀県島都屋、飯浜、穴川、坂崎、三ヶ所、とろくや。ありがとうございます。